こんにちは、清志郎です。今回は禅宗の講座をします。で、禅宗の講座なんですけど、結構 YouTube とかで調べてもらったらかなりたくさん出てくると思うんで、このいろんな講座がある中に新しい講座として、なんか同じような練習法とかの講座としてもあんまり、まあ、役に立たないと思うんで、まあ、パパッと練習法だけちょっと解説した後は、本当に禅宗が人よりちょっとズバ抜けて上手くなるぐらいの細かいテクニックの解説をまあ主にしていくので、まあ、ちょっと特に禅宗をもう極めようぐらいの気持ちがある方はぜひ参考にしていってください。今のが禅宗という技ですね。アクロバットの定番的な技なんで結構知ってる方も多いと思うんですが、まあ、どういう練習法をすればいいのかとか、どういう方法で高さや回転力をつけるのかっていうのはちょっと普通にやってたら多分知れないと思うので、そういうところもメインに解説します。で、今回禅宗で主に回転のかけ方というか踏み切り方やり方が、まあ、3パターンぐらいあるんですけど、今回は1パターン解説にするんですけど、まあ、一番やり方が多分最初にスタンダードに練習する振り下げ式ですね。腕を上から下に下ろすことで回転をかける前中のやり方を解説します。まず最初なんですが、できる限りマットやトランポリンとか安全なところで練習するようにしてください。怪我をして練習ができなくなったら元も子もないので、しっかり柔らかいところとか、まあない方はせめて砂浜とか芝生とかできるだけ柔らかい場所を選んでください。自分は最初家の布団とか積んで練習したんで、まあそういう練習法もありです。最初ですが、前宙というよりは前に回ることにしっかり慣れてください。で、この時にしっかり覚えてほしいのが腕をしっかり使うことですね。腕を使うことを覚えておかないと後の前宙につながらないので、腕を使うイメージをして、ここからまずは前転でいいです。しっかり腕を上から下に下ろすイメージで、まずはこんな感じですね。まあ、この段階ではあんまり怖くないので、しっかり手を下げることと、この頭を下げて地面を回るイメージを持ってしっかり練習してください。で、これが慣れてきたらだんだん高さを出してください。まあ、俗に言う飛び前転に近くなるんですけど、まあ、飛び前転ほど綺麗にやろうとか思わなくていいんで、しっかり体が腕の力で下に回っていることをイメージして上体を落としてください。ここから腕を下げてこんな感じです。まあ、最初は本当に低めのジャンプでいいんで、だんだんジャンプを強くしていってください。いきなり多分上から高いところから飛び前転をすると怖いと思うので、しっかりゆっくり少しずつ高さを出していってください。で、慣れてきたら回る高さのところも少しずつ調整してください。今までは地面に向かって転がるように下に落としていたんですが、だんだん回る自分の高さの目安をこう膝の高さ、腰の高さと変えていって、最終的に前宙するときは胸の高さら辺で回れるのがベストです。少しずつ回転の軸を回って一旦ここら辺に、まあ、腰とか膝の高さにイメージして、それを飛び越えるように転がります。飛び前転のような形で練習できたら、だんだんこれを高くしていって、さらに回転も強くします。回転を強くするためには、この腕をさらに速く、なるべくコンパクトに回す必要があります。では、さっきは膝ぐらいの高さだったので、ちょっと腰の高さで実践します。で、次の練習法では、この腕をなるべく下じゃなくてちょっと前とか、なるべくだんだん高くしていって、高さもちょっとずつ狙えるようにしてください。で、この腕もなるべく早く、もう飛んだらすぐ回し切ってください。もうこのような飛び前転をできればだいぶ前に回る恐怖心はなくなると思うので、ここら辺から少しずつ頭をさらに強く下にかけて、それと同時に腰も上げます。これがポイントなんですけど、前宙でどうしても立てなかったり、この着地で最後お尻をついてしまうとか背中から落ちちゃうとか、そういう人はどうしても前に体を回すことだけ集中していて、下半身がついてきてない場合が多いので、下半身もしっかり腰を上げるような感覚で練習してください。
イメージなんですが、上半身をこう腕と一緒に下げた時に下半身が後ろにこう上がるようなイメージ、お尻を後ろの斜め上ぐらい、お尻を斜め上に突き出すような感じで、これを上半身を下げるタイミングと同時にやれば回転がかかります。まあ今のような形ですね。ここまで来れたらあとは少しずつ高さを出していって回転もかけていくようなイメージをして、最終的には自分の膝を腕でしっかり持てるようにすれば着地が少しずつ見えてくると思います。まあ、練習法とかは結構解説してる人が多いので、多分あんまり求めているものではないと思うので、ここから先は細かいコツになります。でさらに慣れてきた方は前宙のクオリティを上げる必要があるんですが、前宙では、まあ、一番思い込みがちなのが前に回るから前に飛ぼうっていう意識を持ってしまうと絶対高さが出にくくなってしまって、最終的な着地が結構ギリギリになってしまったり立てなかったりするので、前に飛ぶっていう概念を一回捨ててください。今のような踏み切り方だと体が前に出てしまって、その助走の勢いもある分前により流れてしまって着地が取れないという形になるので、最後の着地をしっかり取るためには上というより気持ち後ろめに着地を踏み切りの瞬間に蹴るようにしてください。その後ろに蹴るってなると後ろに回っちゃうんじゃないかって勘違いする人が多いんですけど、実際前に走ってる勢いがあるので後ろに蹴ったぐらいが一番真上に飛べるベストな角度になるので、しっかり後ろに若干後ろめに足を入れてちょっと踏み切り意識をするだけでかなり高さは変わります。極端にやると今の感じですね。まあ、ただこれをいきなりやってしまうと結構回転が怖かったりすると思うので、まあ、その前宙自体をやったことがある人とかはこういうテクニックを取り入れて高さを出したりしてみてください。このぐらい後ろに飛ぶつもりで踏み切ると、まあ、結果前宙は前に走る勢いがあるので、まあ、結果前に若干出るんで、そんな後ろに行くことはあんまないです。あとは、まあ、プラスの意識として手をこう回るときに前に出してしまうと、もう進行方向の方に体が流れてしまって高さが出ないので、しっかり腕はその場でコンパクトに収めるような感じで肩から回してください。腕の先端とか肘とかに力をもう意識 しすぎてしまうとどうしても前に行ってしまうので、肩から回す意識でこのちょっと胸を後ろに引っ込めるような感じで回してください。今のような形です。でここまでのテクニックが詰めてくればかなり前宙としてのクオリティは上がると思います。ただどうしても前宙がその着地が取れないっていう方は、まあ、最初はやっぱりさっきも言ったようにトランポリンやマットそういう跳ねるところとかを使うとかなり練習がはかどると思います。今回紹介した前宙のやり方は、まあ、3種類のうちの1つなので、他の、まあ、今回が振り下ろし式っていう上から腕を下げるやり方だったんですけど、あとは引っ掛け式って言って後ろに肩を回すやり方と、あと引き上げ式と言って上に腕を持ってくるような飛び方があるので、それは今回ちょっとスタンダードなやり方を紹介したので、まあ、今度別で、ね、紹介したいと思います。まあ、今回の前宙の講座はこんな感じになるんですけど、まあ、しっかり怪我のないように気をつけて練習をすることと、あとできる人が近くにいた方が、まあ、もちろん練習しやすいですし、まあ、挑戦したことある方はしっかり自分で練習法を考えて場所を選んで練習してください。では今回は前宙の講座はこれで終わります。質問等はコメント欄にお願いします。